ユリトールは日本の喜劇俳優。本名、奥田清二。宮城県石巻市出身。もともとはピストン堀口に憧れてボクサーを目指していたが、ムーランルージュ新宿座の芝居に憧れ、1940年18歳の時に上京。1942年に叔父の知人の世話によりきっかけをつかんでムーランルージュ入団。しかし、翌1943年に、 大日本帝国陸軍に王将し、中国河北地方へ赴任。1945年に帰国し、ムーランルージュに復帰。ムーランルージュが解散した1951年の3月に、帝国劇場公演、マダムサダヤッコに出演。しかし新宿セントラル劇場側から、帝国劇場よりも高額なギャラを提示されて、それに乗り、同劇場を振り出しとして、 ストリップ劇場のコントで活躍。最初の芸名は、南刑事その後、ウルキ三平となり、その後、無理通ルにしようとしたが、この名前では大物になった時に困るだろうとして、一時、変えて、ゆり通るとした。1956年に、南俊明、葉っぱむと志と共に、脱線トリオを結成。1961年の脱線トリオ解散後は、 引き続き南俊明や佐山俊二特務などしていたが、単独での活動が主となっていく。その人柄と幅広い芸風から、多くのお笑い芸人から慕われていた。時間ですよや、寺内勘太郎一家など、久前光彦演出、プロデュースによるテレビドラマの常連でもある。他にも多くの映画、ドラマに出演して活躍した。1979年、日劇公演。 雲の上団五郎一座の四代目座長に就任。1991年4月、日本喜劇人協会会長に就任。1993年、国四頭髄法省受賞。1999年5月20日午後9時30分、肝臓癌の試し去。78歳没。プロボクサーからお笑いタレントに転向し活躍したタコ。 八郎の師匠としても有名であった。他出演番組あり、ありがとうございます。